シーズンオフに毎年話題になるのは FA のことではないでしょうか。これまで又吉選手のように FA 権を行使して他球団へ移籍した人もいれば、宮崎選手のように FA 権を行使せず残留する人もいます。今オフは海外 FA 権を取得した楽天の浅村選手、同じく海外 FA 権を取得したソフトバンクの千賀選手、この2人の去就に注目が集まるのではないでしょうか。私は先ほどの2人だけでなく、ある選手にも注目しています。その選手は広島の西川龍馬選手です。高いミート力と卓越したバットコントロールを誇り、鈴木誠也選手に天才と言わしめるほどの打撃センスを持っています。そんな西川選手は故障者特例が加算され、8月下旬に国内 FA 権を取得しています。西川選手は国内 FA 権を取得したことについて、一軍にいないと得られない権利、前監督の尾形さん、笹岡監督をはじめコーチ裏方さんに感謝したいと思います。自分の人生のことなのでしっかりと考えたいと思いますと語っています。もし FA 権を行使して他球団へ移籍するとなれば、どの球団になるでしょうか。西川選手のキャリアを振り返りながら、 FA 権を行使した場合について見ていきます。中学卒業後、福井の強豪敦賀気比高校へと進学すると、1年生の夏からレギュラーの座をつかみます。3年の春は選抜に出場したものの、浦和学院の前に初戦敗退を喫しました。高校卒業後は社会人野球の王子製紙に進むと、2015年は第86回都市対抗野球大会に出場、9月には BFA アジア大会に社会人野球日本代表として参加、そして2015年のドラフト会議にて広島東洋カープからご意指名を受け、契約金4000万円、年俸750万円という条件で入団しました。プロ1年目から開幕1軍入りを果たすと、主に代打、代走、守備固めで試合に出場。スタメンでの出場は3試合だけでしたが、代打では打率3割以上を記録し、打撃センスの高さを感じさせました。2017年は4月30日の対 DeNA 戦の8回表に代打で起用されると、三上選手からプロ初本塁打を記録しました。打席数が前年の58から220と大きく増え、5本塁打や長打率4割1分7厘を記録しました。2018年は不振の阿部智弘選手に代わってサードのレギュラーに定着すると、規定打席満たずながらプロ入り初となる打率3割に到達。チームの3連覇に貢献したものの、サードの守備では17失策と課題を残しました。2019年は令和元年となる5月1日から6月5日まで出場27試合連続安打を記録、8月は球団タイ記録となる月間42安打を記録するなど、シーズンを通じて活躍するとプロ入り初の規定打席に到達します。打率2割9分3厘、プロ入り初となる2桁本塁打を記録しました。2020年は怪我の影響もあり76試合の出場にとどまり、規定打席に到達しなかったものの、打率3割4厘でシーズンを終え、オフに右肥骨筋腱腱鞘形成術を受けました。2021年は開幕から3番を務め、4月は5本塁打を記録しますが、5月に入ると不振に陥り、7月になっても脱却できませんでした。しかし終わってみればチーム最多の137試合に出場し、打率2割8分6厘、2年ぶりとなる2桁本塁打を記録しました。2022年は6月2日に下半身のコンディション不良で戦線離脱し、8月6日に1軍へ合流、9月30日時点で96試合に出場し、打率3割1分9厘、10本塁打、53打点を記録、8月下旬に国内 FA 権を取得しました。ここからはもし西川選手が FA 権を行使した場合について見ていきます。もし FA 権を行使すれば、複数球団による争奪戦となるのは間違いないでしょう。私はオリックスが獲得に名乗りを上げるのではと予想しています。カープトークライブ2021で小園選手から、カープ以外行ってくださいと言われたらどこですか？との問いに対して、僕は地元が好きなので、カープに捨てられてどこでもいいよとなったらオリックスと語っています。また
小学生の頃は阪神ファンでしたけどと語り、司会から行くならオリックスと聞かれ、そうですねと答えています。さらに僕は甲子園があまり得意ではないと語っています。司会からオリックス5000万と阪神5億ではと聞かれても、それでもオリックスと即答しています。西川選手のこの発言にオリックスファンは盛り上がっているようです。また現在オリックスには吉田正尚選手、山田信義選手、山崎総一郎選手があり、西川選手とは敦賀気比高校の先輩後輩の関係にあります。地元クラス吉田、山田、山崎の3選手がいるオリックスは FA 権行使に大きく作用するかもしれません。広島としては西川選手を FA で手放したくはないと考えていることでしょう。いかにカープ残留が西川選手にとってふさわしいかをアピールできるか、それが大事になるのかなと思いますね。西川選手がどのような判断を下すのか、今後の動向に注目したいですね。この動画が良ければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。